どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、リクルートクレジットカードをね、紹介していきたいと思います。まあ私のね、このチャンネルで、まあ、ずっとね紹介してい、きたいなと思ってたクレジットカードの一つなんですけども、まあ、先日ねポイントサイトで、ポイントがアップしましたので、このポイントサイトの案件もね後から紹介するんですけども、今日だけっていう風になっておりますんで、もしね発行されたいって方はね、まあ、急いで発行するようにしてくださいね。本来ねこのリクルートカードっていうのは、まあ、これから紹介していく内容も含めてすごいね人気のあるクレジットカードで、ポイントサイトに案件自体がね出てこないクレジットカードなんですよね。もう本当にねあっても1000円2000円が、まあ、普通なんですけども、今ね6500円までねポイントアップしてますんで、まあ、個人的にはですねこれはチャンスっていう感じだと思いますんで、今日中にね発行されるようにしてくださいね。まあ、それではこのリクルートカードはね、まあ、何がおすすめかっていうのをね話していきたいなと思うんですけども、まず、基本スペックですね。このリクルートカードは年会費無料で利用できるクレジットカードで、還元額がなんと 1.2% なんですよね。貯まるポイントがねリクルートポイントっていう、まあ、リクルートがねのポイントなんですけども、まあ、これがねポンタポイントっていうね、まあ、ローソンとかで使えるポイントに統合交換できて利用できるので、私のねおすすめの利用先のローソンでねお試し引換券、まあ、結構紹介させていただいてるんですけども、本当に50ポイントとか60ポイントとかでね 350cc のお酒と交換できたりとかね、お菓子がねすごい安くね手に入れられたりとか、ポイ活と呼ばれているねポイント活動している方でも、まあ、かなりね利用している人が、まあ、多いんですよね、このローソンのお試し引換券っていうのは。まあ、私自身もね結構利用させていただいております。まあ、それ以外にはケンタッキーとかね電気屋さんの小島とか、スーパーのライフとかでね、まあ、利用することができたり、まあ、ジャルマイルにも交換することができるんですよね。で、還元額が先ほど 1.2% って言いましたけども、まあ、この 1.2% で、リクルートポイントが貯まるっていう感じになっております。でこちらね国際ブランドが JCB マスタービザっていう風になっておりまして、このねリクルートカードのね、まあ、一番の強みなんですけども、これ何がすごくいいかっていう、まあ、還元額が 1.2% っていうことなんで、年会費無料のクレジットカードの中ではですね、まあ、かなり強いカードなんですけども、まあ、それでもね何がこんなにおすすめなのかっていうと、こちらね7個ってありますよね、セブンイレブンの、7個電子マネーですね、だったり、モバイルスイカだったり、楽天エディとかね、まあ、そういう電子マネーにチャージしたとしてもポイントがもらえるクレジットカードなんですよね。7個にねチャージできるクレジットカードって、まあ、何でもチャージ基本的にはできるんですけども、まあ、基本的にこのチャージに対してポイントを付与してくれているクレジットカードって、このリクルートカードとヤフーカードぐらいしかないんですよね。でこのリクルートカードはですね、そのポイント、チャージしたことによってもこのポイントがね 1.2% つくっていうことでねおすすめなんですよね。これね7個にチャージできると何がいいかってことを話していきたいなと思うんですけども、やはり7個にチャージできるということはですね税金が支払えるんですよね。まあ、これがね年度が変わって、まあ、これからまあ、5月とかにはですね、自動車税とかも来ますよね。まあ、そういう時に、利用できるっていう感じなんですよね。まあ、税金を支払うことに対してもポイントがもらえるっていう感じなんですよね。で、この7個で支払いできるね、税金なんですけども、固定資産税、自動車税、不動産所得税、国民年金、国民健康保険、所得税、住民税などね、7個でね、まあ、支払い、まあ、請求書来ますよね。請求書来て、まあ、それをねセブンイレブンに持ってくって7個で決済できるっていうことなんですよね。ですんで、まあ、リクルートカードで、7個にチャージして、まあ、利用するっていう感じなんですよね。まあ、この7個のこのクレジットカードチャージっていうのはですね、まあ、インターネットだけでしかできないので、概要欄にね公式サイト載せておきますけども、まあ、そこでね、まあ、チャージするっていう感じになります。それではですね、税金を支払う場合に、リクルートカードから、7個にチャージして、まあ、これ支払うっていう形になるんですけども、じゃあこの7個っていうのはね、どうやって手に入れるかっていう話ですよね。まあ、このね7個っていうのは普通に手に入れてしまうと300円の発行手数料がかかるんですよね。ですんで、もしねこれから7個も持ってなくて、7個もね、作っていきたいっていう方はね、これね
無料で発行することもね、できるんですよね。まず一つ目が、新規入会キャンペーンみたいなね、7号ちょこちょこやっておりまして、まあ、そこで入会すると、まあ、新規入会でまあ200ポイントもらえて、さらにね、1000円以上、チャージすると100ポイントもらえるみたいな感じで、まあ、本来300円の発行手数料はかかるんですけども、実質無料みたいな感じでね、発行することができます。次にですね、イトーヨーカ堂の8のつく日ハッピーデーに購入すると無料っていうのね、これ結構やってるんですよね。まあカレンダーの8がつく日にね、イトーヨーカ堂に行くと、無料でね発行できるっていうね、キャンペーンも結構やっておりますんで、もしね近くにイトーヨーカ堂がある方はね、ちょっと行ってみてはいかがでしょうか。次にですね、こちら Android の方限定にはなってしまうんですけども、7個モバイルにね、選択すればこちらね手数料はかからないっていう風になっております。その代わりこちらね iPhone の方はね利用できないっていう感じになっております。次にですね、一体型のクレジットカードを発行する。まあこちらね、セブンイレブンが出しているセブンカードプラスっていうクレジットカードをね、まあ発行すると、まあこちらね7個が付帯してくるんですけども、まあこちらもね、まあそれだけのために発行するっていうのは結構もったいないんで、まあ個人的にはね、それ以外の3つの方法でまあ利用するっていうのがね、おすすめの方法っていう風になっております。これね、注意点があって、1つのクレジットカードに対して3万円までしかチャージのポイントがね付与されないんですよね。これね覚えておいてくださいね。ですので1枚に対して3万円までしか利用できませんので、それ以上ね税金を支払う場合は、今2月ですけども、2月でまあ3万円入れといて、3月になったら3万円入れるみたいな感じでね、まあ、事前に踏んどかないと請求書が来てね、急に6万とか来たらね払えなくなっちゃいますんで、まあ、その点だけはねタイミングを見てね、チャージするようにしてくださいね。で、まあこれ1枚で3万円までっていう話をさせていただきましたけども、これね、2枚持ちできるんですよ。リクルートカードって。ですので、JCB1 枚と、ビザかマスター1枚っていう風にね、して利用することができますんで、そしたらね、3万円、3万円みたいな感じで利用できますんで、まあそういう利用の仕方もね、おすすめとなっております。次にですね、このリクルートカード、まあこれね、リクルートカードのね、メルマガを登録してると、定期的にですね、ホットペッパーとか、ジャランとかの期間限定ポイントっていうものをね、送ってきてくれるんですよ、メールで。で、これね、期間限定ポイントなんで、他のポイントに交換したりね、できないんですけども、まあ、ジャランだったらジャラン、ホットペッパーだったらホットペッパーのね、ビューティーとか、まあ、いろいろありますけど、そこでまあ、利用できるっていう風になるポイントなんですけども、これもね、ぜひ活用していただきたいと思うんですよね。それを利用してね、ジャランがやっている、まあ、ホテルとかにね、宿泊してももちろん OK ですし、まあ、ホテルだとね、他のホテルの方が安かった、他のサイトの方が安かったりとかいうのもありますよね。っていうので、まあ、おすすめなのはですね、ジャラン遊び体験っていうね、項目がありまして、そこにはですね、ホテルのランチとか、いちご狩りとかね、まあ、そういうレジャーとか、まあ、いろんなのが結構あるんですよね。まあ、個人的におすすめなのはね、このホテルのランチとかね、結構高いじゃないですか。まあ、そういうのをね、この期間限定ポイントが、来ますんで、まあ、それをね利用すると、実質引いてね、利用できたりしますんで、まあ、これはね結構おすすめかなっていう感じですね。で、ホットペッパーの方はですね、グルメとかビューティーとかありまして、まあ、ビューティーはね、まあ美容院とか、マッサージとかね、そういうのにも利用できますし、まあ、グルメの場合はですね、お店にネットで予約して、お店で、予約して、それをね、会計時にね、利用申請すると、まあ、現金差し入れでね、請求してくれたりみたいな感じで、まあ、レストランでね、利用できますんで、これも結構おすすめな使い方となっております。ですので、もしね、このリクルートカードを発行された際にはですね、このメルマガ登録していただいて、期間限定ポイントもね、うまく使っていくと結構ね、お得に、利用できるかなっていう感じですね。で、次にね、リクルート側のね、キャンペーンも今やっておりまして、こちら新規入会していただいた方にはですね、新規入会で1000ポイント。初回利用で1000ポイント。で、携帯電話のね、支払い設定で、まあ、4000ポイント。こちらもね、期間限定ポイントで付与されるんですけども、まあ、ぜひね、まあ、こちらもね、狙っていただきたいなと思います。ハードル的にはね、かなり簡単ですんで、で、この携帯電話だけ注意していただきたいのは、発行から2週間以内に手続きをしていただくっていうのと、
で対象はね、ドコモ、au、ソフトバンク、Y モバイルだけっていう風になってますんで、まあその点だけもね注意しておいてください。それ以外のキャリアだとね、残念ながらこの4000ポイントっていうのはもらえないっていう感じになっておりますね。それではですね、最後に、ポイントサイトね、今ね、ポイントサイト、ポイントインカムで、6500円分のね、ポイントがもらえる案件が出てるんですよね。しかもこれが、クレジットカード発行するだけなんですよね。これかなりお得ですよね。まあ、動画のね、冒頭にも言ったと思うんですけども、このリクルートカードって、全然ポイント上がらないんですよね。私自身もこんなにポイント上がったのを、行く前らになってポイントサイトを運用してでね、初めてなんですよね、こんなにポイント上がったのって。ですんで、税金とかをね、7個でこれから支払っていきたいっていう方はね、ぜひ、発行していただけたらなと思います。発行するだけで6500円分もらえますからね。私もね、発行したいんですけども、今月も2枚クレジットカード発行しておりまして、3月までこの案件持っててほしいなと思うんですけども、3月に入ってね、同じようなポイントでね、ポイントサイトに出てたらね、私もね、発行していくつもりでございます。で、先ほど言ったんですけども、こちらね、2枚持ちができるって言いましたけども、ポイントサイトの案件が利用できるのは1件だけっていう風なんで、まあ2枚でね、6500円が2倍もらえるみたいなことはありませんので、その点だけはね、注意していただいて、発行していただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回はね、リクルートクレジットカードをね、紹介させていただきましたけども、こんだけね、ポイントサイトのね、ポイント数が上がるっていうのはね、個人的にはかなり驚いてるんですよね。まあ、1.2% のクレジットカードっていう時点でね、で、7個で、チャージができて、ポイント付与、そして、税金の支払いがそれでできてしまうっていうことで、まあ、個人的にはですね、これほっといても発行される方かなり多いと思うんですよね。ですけどもね、今回ポイントサイトに案件が出たっていうのはね、かなり驚きでしたね。冒頭にも言いましたけども、ポイントサイトの案件は今日で終わりますんで、もしね、発行される際は、今日の、23時59分までにね、利用するようにしてくださいね。それでは今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後にですね、ちょっと、今回のクレジットカードの案件とはね、全然関係ない話なんですけども、先日ね、ANA マイルを貯めるクレジットカード 2.1% の還元額を誇る、JQ エポスでクレジットカードを紹介させていただきましたけども、まあ、こちらの、JQ エポスのね、ゴールドカードに、する楽なやり方っていう感じで、エポスゴールドカードにね、エポスカードから発行して、エポスカードを利用してね、インビテーションを受け取って、それでね、JQ エポスゴールドカードに、切り替えして利用しましょうっていう話をね、させていただいたんですけども、こちらのエポスカードの案件がですね、今ねポイントサイト EC ナビで6500円分までねポイントアップしてるんですよね。これもねかなりレアなんで、でこのエポスクレジットカードの方はですね、永久年会費無料ですんでね、もしね発行されてないっていう方はね、ぜひね検討していただければなと思います。結構早い段階でね、個人的には終わってしまうんじゃないかな、案件なくなってしまうんじゃないかなと思います。まあポイントサイトから6500円分もらえて、エポス側からですね、2000ポイントもらえます。でさらに、紹介コードを入れるとねプラス500ポイントもらえますんでね、まあ、そちらも、積極的にね、狙っていただきたいなと思います。